はじめはですね、ももこさんの学生時代のお話を伺っていきたいということなんですけども、はい、何かこう、大学時代とかにやっておけばよかったな、みたいな後悔はありますかという質問が寄せられてるんですけども、ももこ組カンパニーはいかがですか？そうですね。渡辺さんのとちょっと被ってしまうんですけど、周りの友達で結構留学する子が多かったんですけど、私はちょっと怖くてできなかったんですよね、当時。でも今思うと留学ちょっと1ヶ月でも行っとけばもうちょっと明るい人になれたかなとかもうちょっと精神鍛えられたかなとか思っちゃいますね。はい。どこの国に行きたかったなとかってあります？いや、あんまりないんですけど、うん、行くとしたらやっぱりイギリスとか行ってみたいですね。あ、イギリスね。あ、なんか大人な感じですよね、イギリス。あ、逆に、これやっといてよかったわってことってあります？ビッシュのオーディションを受けに行く。ですかね。一番、やっぱり。大学、在学中に結構私本屋さんに行くのが好きで、うん、結構学校サボって本屋とか行ってたんですよ。で、その時にパラパラ見てたオーディションダッシュでビッシュのオーディションを発見して、それでフラット受けに行ったら今の人生があるって感じなんで。すごいな。そうなんだ。なんか、もともとめっちゃなんかこういう世界に行きたいっていう、そういう欲がそんなになかったので、あの時見つけてよかったなってすごい思います。まあだからなんとなく、こうアンテナ張りながら、いろいろちょっと興味あるところに、ちょっとこう足を運んでとかっていうのがいいってことですよね。はい。すげえ。すごい。いや、ももこさんありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いては花江さんにですね、はい、伺っていきたいんですけれども、学生時代で一番恥ずかしかった出来事はありますかという質問が寄せられています。いかがでしょうか？恥ずかしかったこと、そうですね、私高校生の時に自称妖精って言ってた口がありました。やばいね。妖精？はい。それは、自分でみんなに、私妖精なのよっていうふうに言って回ってた。いや、やっぱ高校生ってツイッターやるじゃないですか。はいはい。ツイッターのプロフィール欄に、何々高校の妖精って書いてて。やばい。怖い。でも、周りの友達とかは、なんて言ってんすか、それに対して。なんか、あ、でも男の子は妖精っていじってきてる子はいましたね。あ、でももういじられてるっていう感覚にはなってるんだ。そうですね。結構ちょっと不思議なキャラで突き通そうとしてて、高校の時は。ウィッグかぶって行ったり学校に。してたので、ちょっと不思議ちゃんキャラで通してました、高校は。なんでなんかが、確かにどう思われたくてそうしてたの？不思議な子だなって思われたかったです。なんで？わかる、わかる。わかるの？わかる気もしますね。あ、私はそんなキャラ作りしてなかったですけど、気持ちはすごいわかります。でも確かに俺ちょっとわかります。お前が、いや、マジわかる。俺も小学校の、ランドセル、うん、切ったりしてましたもん。それわざとランドセル傷つけて、ランドセルやかましいわ。怖いそれ。でもなんか不思議、なんか周りと違う考えを持ってるアピールをしたかったんですよね、どうしてもね。それが恥ずかしかった過去。恥ずかしいです、喋るのも今も。花江さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ続いては渡辺さんの学生時代のお話を伺っていきましょう。はい、渡辺さんは、高校の時どのようにして進路を決めましたか？今高3で進路が決まらなくて困っているので教えてほしいですという質問が寄せられてますけれども、渡辺さん、いかがでしょう？そうですね、僕ちょっと高校行ってないんで何とも言えないんですけど、高校中退したんですよ。で、大学行かなきゃと思って大検受けて大学に入ったんですけど、その大学の、入る目的が今やってる仕事と一緒なんですけど、レコード会社に入りたくて、で、レコード
ト会社に入るためには、なんか、大学卒業してないとダメだっていうふうに言われたので、なんか、言われたっていうか書いてあったんですよ。なんか就職本みたいなやつに。だったんで、ただ単にそれのために入っただけだったので、なんか、あんまり大学とか、 なんか進路決めるのになんかっていうので言うと、なんか必要に迫られてでしかなかったんですけど、なんか今思うと、その大学とか、まあ、学校行ってた4年間の中で、まあ、僕は6年行ってるんですけど、やっぱなんか一番身になったところは、本当友達と、あと、その、なんですか、なんか結構なんか大学生って暇だったんですけど、多分より一層今リモートとかでめっちゃ暇だと思うんですけど、なんかその時になんかこう何ですか、培ったこうなんか DVD っていうか、映画見たりとか、その本読んだりとか、なんか音楽聞いたりとか、なんかそういうものがなんか結構今のなんか自分のその社会人生活の中でなんか生きてきたりしてたんで、なんかどっちかっていうと大学になんとかっていうよりは、なんかこう余暇を楽しむっていうか、余暇を楽しむっていう意味わかんないですけど、なんかそこが一番大事になったんだなっていうのはすごい感じてたところで、だからなんか何選んでもいいと思うんですけど、なんかその大学に僕が行ったっていう気持ちの中で言うと、なんか遊ばしてもらって、それがなんかこうなんていうか、スタートの起点になって今でもそのやっぱりその好きだった映画の話とかをやっぱり仕事で喋ったりとか、なんかこういう PV をなんか PV を作るときにこういう映画みたいな雰囲気にしたいとかなんとかになってたりするんで、なんかそこがすごいなんか遊ばしてもらったなんか大学生活だったなと思ってて、なんかそういう感じはなんかあるんで、なんか意外と俺はなんかこう大学生活とにかくみんなに勉強しろって、語学だけやった方がいいんですけど、それ以外はなんかこうとにかく遊んだらいいなっていうふうに思います。あと女の子と恋愛してほしいなって、あ、これ僕男なんで男向けに言うんですけど、女の子ととにかく恋愛してほしいなっていうふうに思いますね。